あえず荷物がすごいいっぱいなんだ。はい、これも移動。こんなもんかな。ああ、これもういっぱいみたいですね。巻き合いらないんだ。もうとりあえず服とかもここですね。荷物がすごいいっぱいだからな。あとは食べ物ですよね。食べ物どうなっちゃうんだろうな。入れた瞬間消えそうで嫌なんだよな。とりあえずご飯食べよう。I just wanna die. え？嘘。ご飯食べたら食中毒になった。嘘。あ、これ2つでいいのか。抗生物質2つか。イワシの缶詰に当たっちゃったみたいですね。10時間の回復が必要。やっちゃいましたね。寝なきゃダメってことか。最悪だな。やっぱ腐ってるものからマザーグレイに渡してった方がいいですね。こっち側も食べたら危ない。はい、これでいいのかな。マザーグレイのところに戻ろうって言ってる。よし、とりあえず今冷蔵庫と薪を満タンしたんで話しかけてみましょう。友達。Have you been able to remember anything else about that night? Ah, 手がかりか。Anything that might help me find my friend? And back in that night, wind howling, voices passing through town, I can hear. Oh, 銃置いた。それくれんのかな。It's windy, but the voices carry. They are yelling. Her voice, it passes through town. She's running. She's alone.一人だったんだ。Calling for help, but no one comes. Why didn't anyone help her? Yes. Why didn't they? They should have. They should have found her before it was too late. Anything else you can remember might help. They said men came from the tunnel. トンネルから来たやつら。What about the tunnel? The only way out of Milton. The only way through the mountains.なるほど。古い校舎か。トンネルの先か古い校舎ってことか。なるほど。銃は取れないのか。残念ながら銃は取れないみたいですね。ちなみにこれ入れたご飯は、あ、出せるの。もらっちゃっていいのかな、こういうふうに。あ、出せない、出せない、やっぱ出せなくなる。まあまあまあ、でも、ちゃんと選んでよかったですね。腐ってるものから先に渡したんで、やっぱ出せなくなるのか。危なかった。とりあえず、今日のところは、ゆっくりして、服とか整えて明日に備えましょう。とりあえず、休ませてもらおう。そうだ、食事。お腹が痛いから早く休みましょう。10時間寝なきゃいけないのか。まあ、ご飯はありますからね。5時間ぐらいまず寝よう。大丈夫かな？不安ですね。ちょっと水も飲みつつ、体力は大丈夫そう。食中毒かなり危ないですからね。飲もう。で、ご飯も食べるか。ドッグフードとか食べたくないけどな。でもしょうがない状態。まあ一番悪いやつから食べていくか。まあ、当たらないとは思うんですけどね。よし、でもう5時間睡眠取りましょう。それで治るかな。10時間寝たんで体力を 100% にしたいんだよな。あー、 OK ですね。食中毒感知。ライト。これはつけてみるか。よいしょ。ああ、明るい。明かりいいですね。はい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 。ありがたい。
よいしょ。マザーグレイはもうずっとそこでゆっくりしてんのか。これ欲しいですけどね。夜明けになったら出ましょうか。ちょっとまだ探索しきれてないかな。あの銀行経営者の家とか行ってみたいですね。いいですね。今日も天気は良さそう。なんかいろいろありそうだからな。ちゃんと見ていきましょう。まずはあの鍵で開けるとこですよね。そこから行ってみよう。あとこの郵便局も帰り際見ていこうかな。食料とかもまだまだあるので、なんかすごい音したな。食料はあるけどあんま長いはできない感じですよね。ここだったかな。はい、開いたか。来ましたね。テーブル、あ、最近まで人いたのかな。まずは冷蔵庫系見ていくか。おー、白マス、いいですね。調理済みか。全然食べれる。消毒液、あ、消毒液は重要だな。あ、よし、オレンジソーダ。結構食料残ってんな。あ、イワシの缶詰、これもありがたいな。よし、ここら辺も持ってくか。カーテンは取っとこうかな。やっぱ布が大量に欲しいんですよね。これで服を完全に直して、体を温めたいんだよな。防寒性を高めたいですよね。あとは服ですよね。あ、そこになんかあんな。お、ジャケットだ。これはいいんじゃないですか。あ、もう着てる着てる、素晴らしい。あー、 1.3 度ずつ、かなりでかいな。これランニングシューズ、どうなんだこれは。あ、ちょっと上がるな。風のあれはあんまないのか。微妙なとこですね。後で考えよう。他にいい服ないかな。うん、まあこれは持ってるけど。あ、セーターだ。セーターはどうだ。これはどこで上がりますね。コンディションを上げれば相当使えるな。服がいっぱいあるこの家。お、カーゴパンツ、またあった。相当使えんな。あ、これはまた新しいやつですね。おー、すごい暖かくなってきた。保温ボーナスプラス12度、台風ボーナス3度。台風がちょっと弱いのか。ベッドがあって、そこに本があるけど、あ、そこで、あ、来た、大金庫の暗証番号来ましたね。193008、193008か。はいはい、経営者の家やっぱありましたね。これで金庫開けてみよう。水飲んでこうかな。ちょっと水飲むか。飲む。はい、トイレの水飲んじゃいましょう。サバイバルですからね、何でもやってかないと。バールが欲しい。バールがとりあえず欲しいですね。探さないと。あー、寒そう。あそこなんかありそうですね。行ってみるか。ガマとかありそうだな。あ、ガマあった。ガマは取ってきましょう。なるべくガマで
飢えはしのぎたいんですよね。食料もいっぱいあるけど、やっぱガマでしょ。わあ、めちゃくちゃあんな、ここガマが。宝の山じゃないですか。よしよしよし。それで今日の食事は賄えそうだ。ガマガマ。もう重量も軽いからほんと便利ですよね。使い勝手がいいガマは。あ、もうお腹いっぱいだ。ここはなんだ？特には入れなそうですね。壊れてる。ここがもう町外れか。あそこになんかテントみたいのが見えんな。いろいろある。あ、公園か。古い校舎。あ、これが古い校舎なんだ。なんか、マザーグレイが言ってたんですよね。ここに。ああ、ああ。待って、狼いる。狼いる。やめときましょうか。ちょっと狼は嫌だな、今。これ、弾入ってますもんね。近くにいるんだな、狼。まあいいや、銀行行きましょうか。はい。この奥ですよね。193008。これは？あ、間違えた。これ1930。ああ、でもこう開けられそうだったな。はい、開ける。おお、来ましたね、金庫の中だ。はい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 、はい、紙の束。いやー、紙の束か。本、段ボール、あんまり大切、サバイバルに必要そうなものはなさそうだな。何もない。あ、これ一個ずつあるんだ。紙の束。セーフティーボックス。これも鍵があるのか。チョコレート。チョコレートバーがなぜか入ってた。あ、現金ですね。もうお金の価値ないのか。ただの泥棒だな、これ。13番。15番もない。あ、結構開かないやつ多いんだな。本。あー、またない。こんなもん？うわ、何にもないな。もう一個の金庫。この金庫の中に入ってんのかな。開いた。よし。紙の束。本、いらないな。現金。まあ一応持っていくか、現金。あ、現金いっぱい入ってんだ。ダメだ。鍵がないんだな。あんま、大したもの入ってなかったな。どこ、やっぱこのロッカールームの中にあるんだろうな。じゃあやっぱバールですね。バールを探さないことには始まらない。